鈴ゆうチャンネル。はい、こんにちは。世界史講師の鈴木祐介です。本日はですね、日本史家のですね、石黒博親先生にお越しいただきました。今日もよろしくお願いします。お願いします。石黒先生はもうほんと長年予備校会のですね、第一線でご活躍ということなんですけども、先生もキャリアでいうと何年ぐらいになるんですか？あんまり言いにくくなってきましたけどね。プロフィールに載ってる数字がありますね。もう30年ぐらいになっちゃいますかね。はい、近くなるんですね。近くなります。なるほど、はい。でやっぱその30年間その予備校会で、まあ、生き延びてこられ、生き延びてって言い方おかしいですね。いやトップをこう走られてる先生、やっぱりいろいろノウハウって、授業のですね、ノウハウっていうのは聞きたい方は結構多いと思うんですよ。例えば今ですね、大学生で将来先生になりたいとか、あとはまあちょっと変わった人で将来予備校講師になりたいとかですね、そういう人が見てるかもしれないと。でそういう人向けにですね、日本史とか、まあ、いわゆる社会科全般でもいいんですけども、先生がですね、授業でこう気をつけてらっしゃることとか、まあ、授業技術の大切な部分とか、そういうことをちょっと伺いたいなと思いまして、先生というと板書が素晴らしいっていうイメージがありまして、板書をかっちりこう作り込むという先生だと思うんですね。でこれはもう本当に進学論争みたいなものに一つあると思うので、プリント派と板書派っていうのがいるわけですね、社会科では。立場によって、そして時代によって変わってくるものかなって気もするんですが、先生はその辺どうお考えでしょうか？プリントは正直言うと僕も講習とかでプリントを使って授業してるんですよ。でこれは正直言うとやりやすいんです、先生が。でそれに対して板書をするっていうのは、まあ板書するっていうその作業自体も面倒なんですけれど、これはやっぱり何かものを見ながら書いてるのでは生徒に対して示しがつかないわけですよ。僕としてはその板書そのものを覚えてもらいたいと思ってるので、書く人は何も見ずに書かないと示しがつかない。でそういう板書を書くことも難しいのと、でそれをやりながら説明もしなきゃいけないので、これを短時間で収めるとなると、また余計に難しさが上がるんですよ。ただ、プリントとこの板書を比較した時には、プリントの方だと生徒が空欄を穴埋めする時だけ聞いてるというか、っていう風になりがちで、まあ要するに生徒が寝がちなんですよね。それに対して板書の方がまだ、生徒が集中して聞いてるのではないかという気持ちがあります。であとはやっぱり残ったものが、その生徒自身の手書きによるものなのか、それともそのまあ、先生の手書きもあるかもしれませんけど、まあ、最近は大抵ワープロですよね。そういうこう、もう機械の文字なのか、生徒自身の手書きなのか、これは記憶に変化が起こるんですよ。やっぱり自分で書いたものの方が頭に残りやすい、要するに色がついてるというか、特徴がある文字というか、その方が残りやすいんですよ。それがあって板書にしてます。なるほど。多分ですね、あとは情報量、先生すごいと思うのは、その早稲田とか南海次第という非常に情報量をたくさん要求される入試問題をたくさん研究されていて、でかつ板書派で成果を出されているというのが多分すごいと思います。つまり、まあ、多くの人はですね、まあ、情報をたくさん提示した方がいいから絶対そこはプリントに頼るわけなんですが、先生は1から10まで、まあ、いわば喋りながら書きながらという板書でもって、はいね、早稲田でそれこそ9割ぐらい叩き出すような情報を提供できるという。その何でしょう、それは、まず書いてるものは、あくまでも用語で出されるものを書く、で、早稲田とかだと正誤問題で内容を判断しなきゃいけないものがあるわけですけど、その内容を文章で書くみたいなことは基本的にはしないんですよ。でそれは僕が喋るので、それを聞いてくださいというふうにお願いしてるんです。でもちろん生徒の熱心な生徒の場合はそのことを自分でメモをバーってすごいスピードで取るわけです。でそこを信頼してるんですよ。ちょっと青臭かったです、すいません。生徒の、まあ例えば僕だったら僕そんな頭良くないんで、自分が生徒で座ってたらダメだろうなと思うんですけど、実際には優れた生徒がいくらでもいるので、そういった生徒の場合は喋ったことを覚えてるんですよ。なるほど。だからまあ時々聞くのは、入試問題その解いてる時、それこそ本番で僕が喋ってたその言い回しまで思い出せましたみたいな人がいるんですよ。ちょっと感動しちゃいますし、
ちゃくちゃ頭いいな。自分録音してとかいうわけでもなくですか。いや、あの昔あの録音してる人もいましたけど、最近あの予備校結構録音うるさいので、ね、あの一回聞いてっていう、やっぱりその頭いい人はあの、うん、頭に残っちゃうっていうのがあるんですよね。そうすると、まあ、そのやり方でも完璧に忘れに届くという形で、はい、だから、まあ、あの彼らは、生徒はあの板書を写しますけど、うん、その写したものだけでやってるわけではないんですよ。なるほど。それはその授業で聞いたものと合わせて解いてるという、うん、なるほど。ああ、よくわかりました。だからこそのやっぱ結果ということなんですね。はい、まあ生徒がすごいってことなんですけど、あ、いやいや、あとは先生も書かれる板書相当だから考えに乗って書かないといけないということになりますよね。そうです。わかりました。そしてそうですね、あとこれも多分気になる人多いんじゃないかと思うんですが、それはやっぱり授業のですね、やっぱ準備方法ですね。あの結構そのトップで活躍する予備校講師の裏側ですよね、まさしくね。そのどういう準備をして授業を臨んでるのか、先生の心構えであるとか、具体的にどういうことをされてるかとか。まあ、僕の場合は、その早稲田慶応で高得点取るっていうのが使命ということなので、うん、あのやっぱり入試問題をやっぱ調べてます。でその調べて、そのパソコンに登録入力をして、どれを教える、どれを教えない、その取捨選択をもう完全に自分の責任のもとやってるんですよ。でそれが準備としては最大です。ただこれはちょっとあの、おこがましいかもしれませんけど、あの普通の先生がこれをやるのは、まあ、正直時間的に無理なんですよ。あの学校の先生でそんなことはまずできないです。なので、そういう先生方、普通の先生方はあの、まあ、ちょっと手前味噌ですけど、あの僕が出したような参考書とかって見てもらうと、あ、石黒はこれを教えて、これは教えないのだっていうのが分かってしまいますから、それを利用してあの授業でどこまでやるかっていうのをあの決められるといいと思います。先生、その情報のデータベースというのはどのぐらいの頻度で更新しているイメージですか。あのいや、それはもう入試問題解いては入力っていうのを、もう日々、あの日常のライフワークとして、前そういうことしてたんですよ、もう永遠と。なるほど。ということは、その板書に書くものであるとか配布するプリントの中にも常にアップデートされている状態ですよ、ね、あ、そうです。だからもう今回のこの、はい、あの本を出すにあたっては、はい、最新版ですか、これ。最新版です。あのだいぶあの、はい、僕の中でもアップデートされてますね。あ、今やっぱりこれ入れなきゃダメだなっていう、ちょっと前の参考書では入ってなかった用語が結構入ってます。なるほど。だからもしあの僕の参考書いろいろ使われてた方いらっしゃったら、あの見たら、何石黒変えてんのかみたいなって言われそうなんですが、これが、はい、現代の入試です。すごいですね。先生、確か昔ブログにあの写真アップされてましたけど、あの、まあ、卒業生から赤本をこう寄贈されたりするんですよね。でも壁一面真っ赤というですね。そうですね。まあね、まあ、予備校講師大体そんな感じですけど、先生、とりわけすごいなっていう、なんか、プロ本屋みたいなですね。もう多分、向こうみたいなニュースだろうなっていう思ってましたけど、はい。いや、さすがだと思います。なるほどですね。じゃあ、そういう、まあ、主にデータの分析というもののメインとして。が、それが、まあ、僕にとっては一番。でも普通の先生方だったらそれは一番ではないと思います、はい、要するにそれはあのこういう参考書とかを見てしまえば、あの一発で分かるわけですから、でそうすると普通の先生方で準備しなきゃいけないっていうのは、あの喋りだと思いますね。エピソードであるとか、あ、それもありますけど、どういう展開で、はい、どういう、言い回しで説明するか、あのこれはちょっと細かいテクニックまでを言うべきではないと思うんですけど、大体の先生、まあ、僕もそうですが、あの話が長くなってしまうんですよ。あの冗長っていうんですか、でそして聞いてる側はもううざいよっていう風になりがちなんですよ。でそれをいかにコンパクトに喋るか、なんかネット用語であの言うじゃないですか、はい、大事なことだから二度言いますみたいな、はい、それはしないんですよ。なるほど、なるほど。ああ、確かに言われました。あの僕も塾の1年目の研修で二度言いは禁止って言われましたね。あ、そうです。溜めて一言バンって言えばいいと、はいはい、っていうことをまず習いましたね、そういえば。僕は教育実習で篠、はい、先生から教わりました。ああ、そうですか。さすがですね。僕はあの早稲田アカデミー木場校の校長が言われました。なるほどですね。いや、やっぱり言葉の切れ味ってことですよね。そうですね。考えたら僕の師匠の茂木先生の言葉の切れ味すごいですよ。もう90分ずっとキレッキレですからね。もう言葉が練りに練られているというね。まさに予備校講師っていうのはこの言葉選びというのが大事なんでしょうね。それがまさに準備の中心になってくるということかと思います。はいはい。
います、はい。では最後にですね、これから例えば日本史の先生になりたいですとか、あとはまあ社会科全般そういったことをまあ教える仕事に就きたいという皆さんに向けてですね、先生から何かアドバイス、ただ学生時代はこういう本を読めとかこういうまあことをした方がいい、バイトもそうですけども、なんかアドバイスありましたらお願いします。まあ、何をしても本当はいいと思うんですけれど、人に、何かを伝えるっていうのを、楽しいと思えるかどうか。なるほど。それが楽しいと思える、ような経験をしてたら、先生に向くと思うんですよ。だから、まあ、僕なんかも家庭教師もやりましたけど、まあ、他のいろんな子ども相手の活動をしたことがあって、でそういう時に何か伝えるのが、教えるのが、人をこう何て言うの、聞いてもらうのが好きだなっていう経験があったんで、その勢いでというか、それがエネルギーでずっとやってるんですよ。だからまあ何を勉強するっていうのは別に講師になってからも勉強はし続けることになるので。あらかじめどうこうではないんですよね。それに対して人間性みたいなものは、もう大学生の段階でかなり出来上がっているので、教えたいというその熱意みたいな、火を灯すみたいな経験が、そうですね。それに喜びを感じられるかどうか、それがないと地獄ですよね、この仕事。そうです。それがあれば、それがエネルギーで、それこそ睡眠時間5時間、毎日5時間しか寝る時間ないよでも全然いけますから、そういうその、教える、塾とか予備校とかに限らず、いろいろなその人に伝える仕事、僕もそうですね、実演販売の仕事を大学でしましたから、やっぱり商品知識を伝えるじゃないですけど、で売れるという結果がそこにあるわけですよね。それがやっぱ伝わったということですよね。そういう中でやっぱり伝えることの楽しさであるとか、そういうことを学んだような気がします。じゃあ塾とか、教育実習とか限らず、そういう経験を持って、伝える熱意をですね、まずちょっと養ってもらいたいということでしょうかね。うまくまとめました。本当にありがとうございました。いろいろと勉強になりました。はい。じゃあちょっとこれ参考にね、日本史、予備、ちなみにですけど先生、これからの時代、日本史の予備高校生になることを先生勧めますか？いやいや、勧めない。ですよね。それはやめた方がいいですよ、ね。それは縮小する業界なので。間違いないですよ、ね。僕も勧めないですよ、ね。ただなんかこう人に教えるっていうそういう立場自体は世の中から消えることはないので。どういうスタイルであれ、学校であれ、そのネット上であれ、それはあると思いますから。わかりました。どうもありがとうございました。はい。ではまたよろしくお願いします。はい。失礼します。失礼します。失礼します。最後だけ。はい。それでは本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。